先に言っときますね。明日は朝配信、あでも6時とか5時とかじゃなくて7時とかかな、朝配信をします。で夜はちょっとできるかわからないです。で8日も昼間くらいに配信をします。以上です。8時、7時、8時くらいかな。ワンチャンちょっと10時台になるかもしれないっていうのだけ言っときます。朝の話です。うん、頑張って起きるつもりではいるんですけど頑張って起きるつもりではいるんですけど、ちょっと起きれるのかなっていう感じでして、8時くらいかな配信は。7時、うん、まあ頑張っておきます。アラームかけようアラームかけとこう、ガンガンに。鬼のアラーム超やだ、うわすごい嫌な、はい、サッタンさんハートありがとうございます。ミラーボール、確かにミラーボールゴリゴリしてます。ファスト浩平さん、ピーナッツありがとうございます。ハートもありがとう。ゴリゴリ。トラック野郎さん、猫ありがとうございます。にゃにゃありがとう、ありがとうございます。すごいゴリゴリ言ってるここが超やだ。痛くはないです、全然。うん、見てる側は痛そう痛くないですよ。でも痛みゼロですかって聞かれたらそれは違いますね。
2ぐらい2ぐらいはあります。そうね、前髪終わってるんだけど、なにこれ、つら。また言われんだろうな。え、ハルピョンドボンやってないの？ドボン誰がやってるの？オートなの？絶対聞かれるんだろうな。ここでやってるので。やってますので、しっかり自分で。オートじゃないです。影武者もいません。オートでもありませんので、先に言っときます。中井くさんハートありがとう。ゆうやさんハートありがとう。何ふっさくってるってどういう意味？ふっさくる、初めて聞いた日本語。ふっさくる、鉄アレ、これが鉄アレ違いますよ。だから第2弾もね、多分第2希望、その 2,3 年前に出した第2希望のやつが使われるので、そう、何って書いたかな、ワンチャンこんばんはるぴょんなんだよね、かありがとう山か、なんだったっけな。え、だからマジでやだ変えたい、めっちゃ変えたい。何にしようかな。ドボン女王ですとかにしたいもうファンの人使えないうん、そう、誰のカードとかにしようかな誰のカードやばい誰のカードドボン賞金女王もらってないんですよね、まだ、いまだに。うん、顔をコロコロしながら、でもいろんな人に聞いたら、いやもらってないよって言われました、この間あのリハの時に。小顔になりました、
あの機械のやつって何？機械のやつ。ショールームのクマもまだ笑ってない。機械のやつってなんだ？謎。右利きだからさ、右はやられやすいけどさ、左はめっちゃやりにくい。右はさ、こうやってめっちゃやりやすいんだけど、左は大変。小顔は一時的なものらしいよ、だって。でもいいんだよ、一時的でもいいんだよ。じゃあその一時的がずっと続けば毎日になるじゃん、でしょ。いいんです、一時的でも。もうこれ蒸気のや後にやってた機械なんだ、わかんない。ここだよ。プンプン。作太郎さんミラーボールありがとうございます。パンダさんミラーボール3つありがとうございます。ありがとう。ね、サザエさんで機嫌良くなったのに、もうピョンズが怒らせる私を。サザエさんもう一回見ようかな。今度ちびまる子ちゃんにしようかな。待って、ミラーボールがいっぱい来てる。待って待って、1個3個で4、サプライズレバーさんで8と、12、トラックエローさん12、ありがとう。ミラーボールたくさんありがとうございます。歌います。どこまで歌ったっけ。テトラプトに寄せて返す波音、君が近づいた気配がする、夏の恋が今始まる。ちゃちゃ、唇に触れたのは柔らかなダイヤモンド、今まで君が守っていたもの。どうすればいいのだろう、僕はただ腕の中に君を引き止めるだけだ。動けないよ12秒7、あとなんだ、12だから5、あと5。唇に触れたのは柔らかダイヤモンド、今まで君が守っていたもの。僕たちが手に入れたこの愛は輝いてる、まるで記憶の宝石。眩しすぎる12秒。ありがとうございます。ミラーボール12個、すごっ、12個やって12秒歌い切りました。曲によるけど、ん、曲による、どういうこと。
前のやつもあったけど、でもその今の分だけの12個で12秒を歌い切りました。すごみんなの連携ありがとう。ちなみに次の曲でキューティーが終わります。うん、長かったね。ただ今日は早めに配信終わります。さっきも言ったけど明日早早配信なので、みんなも起きれないし私も起きれないからうん、何時に終わろうかな。多分人間の竹兄さん、やばイラボールありがとうございますこわっ何がきっかけだけ覚えてない、僕たちが喧嘩したわけ。ありがとうございます、ミラボールありがとう結ちゃんさんハートありがとう、ともゆきさんハートありがとう、キュンネスありがとう。今日のハルピョンに聞きたいことはありますか？もう今日のハルピョンには今日しか聞けないからねやばやば、ウケる。腰と痛みをやし和らげる、腰の痛みかな、整形外科に行って、湿布となんかお薬をもらうことです。終わり。気分はどうですか？普通。どうすればそんなに可愛くなれますか？私も顔まだ自分が完成可愛いって思ったことないので、もっと可愛くなりたいです。今日はどんな一日でしたか？今待って、腰が痛いって話をしたら私も腰が痛くなってきました。どうしましょう。つらい。このパジャマはあったかいです。めっちゃあったかい、これ。え、マジでこれめっちゃあったかいんですよ、本当に。しっぱいあって寝よう。今日はくしゃみ、うん、パジャマかわいいでしょ。うさぎさんなの
かわいい。あ、頼まれてたやつあるんだった。明日までに。あ、なんだっけ。あ、思い出した。明日中だからいいや。明日中にします。スカパーの件はなんかリアルタイムで見れるっていうのも分かったんだけど、そう、ただ番組によるみたいで、なんかそのなんだっけ、それがだから見れるかは分からないみたいな感じの結論に至りました。だから確実に実況ができますって言えない感じかも。そう。だったら別日に改めた方がいいのかなっていうのはちょっと思ってます。なんかせっかくだけど。できないかもしれないんだったらっていう気持ち。CM とかも入るよねきっと。だからそれもポンポンポンって飛ばしてた方が楽かもしれないし、別日だったら確実に多分できるんですよ。まあそんなすぐ直後とかはちょっと私のあれもあるので予定もあるのですぐはできないんですけど、しばらくしてから。まあでも録画はしといてください。絶対ジッパー、ハルピョンのジッパー1回しか見なくていいんですか。何回でも見てください。ということで録画は絶対してね。ジッパーの話したらめっちゃコメント早くなったんですけど、どういうことですか。ファンの皆さん、こら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 。気のせい、気のせいか。そうかもしれない。どう、配信始める前よりすっきりしました。わかんな。それでも
も好きだよ、もうたくさん見て、ありがとう、嬉しい。今日もお肌が綺麗、お風呂上がりだからね。いるって叫びたいねすみちゃんハートありがとう、キュンです、ありがとう。前髪伸びてきた？そんなことない、ちょっと長いくらいか。ハルピョンはファンの人に私だけを見てほしいと。そうですね、まあどちらかというならば。でも多分他のメンバーを見てても私が一番だなって気づくと思いますやばいやばいやばい。でもそう思いながらステージに立たないとやっていけないから、そうそうですうん、そう思いながらステージに立つぐらいの気持ちじゃないと。だって、あ、私はこの子に負けてるって思いながらファンの方の前でパフォーマンスするんですか。それはプロとして良くないですから。はい、一応皆さんにいろんなものをかけていただいて、いろんな、それの恩返しっていうわけじゃないかもしれないけど、それを私たちが返さなければいけないので、絶対にその分を返すっていうことに関してはっていうか、まあ自分が一番輝くぞっていう気持ちでやらないと、ファンの方にも失礼になるし、せっかく来てくださってるのに中途半端な、ダメですね。これ果汁ゼロなんだ。じゃあ何の味なの。ブドウ糖とかの味なんだ。ただ羊羹の味じゃなかったつら、待って、顔のマッサージ頑張ったのに今からジュースを飲もうとしている、いいのか。でもだって飲まないと炭酸が抜ける。はい、しっかり歯磨きます。テレレレテレテテレレレテテ、
そうなんですよね、悪いもんだ、なんか大丈夫かな、これ飲んだら太るかなって思うからダメなんです。私はそれを前に知りました。だから食べたいと思った時は私はご飯とかめっちゃ食べるし、じゃないとやっていけない。マックミックさんハートありがとう。それ今販売休止してる？これ嘘、売ってたけどさすが富山さすが富山、売ってたけどウケる。食べたいものを食べたい時に食べましょう。あ、在庫限り、確かにそれはあるね。一旦生産中止的な。マック食べたい、さすがに今からは行かないけど、マック食べたいね。ポテトのサイズ7日明日から復活ですよね。嬉しい、めっちゃ幸せ。こんなこと言ってるアイドルいます他に明日からだっけ。ポテトはマック派ケンタ派？ケンタッキーのマック食べたことない。どんな感じなんだろう。ケンタッキーのマックって言った？ケンタッキーのポテト今のは自分が悪いもう眠いんだ、寝よう。モスはあれが美味しいですよ、オニオンフライ、オニオンリング。はい、ケンタは太めの方向…待って田辺さんまた来てくださってる、嬉しいありがとうございます。ケンタッキーあんまりないからな富山に。うん、でもぜひ皆さんマックの、違うモスのオニオンフライ、オニオンリング見たも早いので、んぴらーってこっち言ってたら弱くないチンピラモスバーガーに行って怖いお兄さんお姉さん頼むやつやばい、やばかったです、もう やめな奥から出てきたらめっちゃ怖い、確かにバイトの人が呼びましたか、ご注文ありがとうございます
めっちゃ怖い。もう言わないですよ、さすがに。え、てかきんぴらってまだあるんですか？なんか海鮮かき揚げときんぴらが好きで、私終わりますって言ったのにごめんね。どっちかがなくなったんですよね、確か。どっちがなくなったんだっけ。あ、これも好きです、とびきりハンバーグ、うん、とびきりチーズ、北海道産こだごごごゴーダチーズ、美味しい。これきんぴらなくなったんだ。私はそうですね、そう、どっちかがなくなったっていう記憶はあったんですけど、きんぴらがなくなってました。普通のはあるっぽい、普通のっていうか海鮮かき揚げはあるっぽい。これめっちゃ好き、海鮮かき揚げ、美味しいからぜひ食べてね。そんな感じ。これも美味しかった、ひんやりドルチェベイクドチーズ、めっちゃ美味しかったです。でもやっぱモスバーガーはオニオンリングしか勝たんですね。ぜひ皆さんご賞味あれ、海鮮かき揚げ美味しいから食べてみてください。チンピラはいなくなりました。悲しい。ということで配信終わります。明日のお昼ご飯モスいいね。今日も最強に美女いい、本当？前髪こんなだけどいい？明日モス買ってる人みんなピョンズだと思うね、じゃあ私。わかった。ランキング読みます。1位トラック野郎アットゴリさん、ありがとうございます。2位サプライズレバーさん、ありがとうございます。3位、パンダさん、ありがとうございます。4位サク太郎、ハルピョンが髪をしよう、今日もありがとうさん、ありがとうございます。5位ともゆきさん、ありがとうございます。6位人間によく似た竹兄さん、あなたは何なんだ一体。ありがとうございます。7位ドボン対戦ありがとう、ハルピョンタンタタン押しの YK さん、絶対タン押しじゃないやんこれ。ありがとうございます。7位8位マックミックさん、ありがとうございます。9位北里光平さん、ありがとうございます。ママから春菜の配信終わったらちょうど鬼滅タイムだなってきました。やばい、アニハラされる。アニハラされる、キメハラされるので私は寝ます。10位すみちゃん、あとメガネ新作したいのだがどんなのが似合うと思う？もうこういうサングラス。こういうサングラスが似合うと思います。やばい、本当に買っちゃうからやめよう、ちょっと。いや、わかんないです、なんかいい感じの、いい感じので。ちなみに私はジンズさんのポケモンのやつです。いや、お揃いにはしなくていいですよ全然。はい、11位スーパーベベモンさん、ありがとうございます。12位レクサーさん、アットピョンズさん、ありがとうございます。13位カーアットピョンズさん、ありがとうございます。そしてオリジナルケート88位はクチュンさんです、ありがとうございます。なんかさ、あるじゃん、ちょっと待って、画像これがいい。これがいいけどちょっと怒られるからママにしか送りません。ママに後で見せよう、キメハラされる前にこれを見せます。ということで、それでは本日はありがとうございました。また明日は朝配信するのでぜひ見てください。それではおやすみなさい。あ、待って、ランキング読んだ、 OK、 おやすみなさい、バイバーイ。どんなのだろう、え
某アニメに出てくるサングラスはいですそれではおやすみなさい、バイバーイ。ママと爆笑します。